いはい、感じ。あ、これでこの間買ったばかりだ。サバ缶。あ、これあれだ。これあれ、マグロだからあれしようって言ったやつ。うん。なんだっけ、リュウジさんの、うん、トムレシピ。トムレシピ。これね、使ってないね、最近ね。ほんと料理してないの、私。やばい。あ、サバ缶。缶詰とか、まあ、普通にさ、本当にそれこそ料理したくないって時に、なんか、今日はこれで終わりね、おかずっていうイメージある。それしたら嫌だって言ったじゃん。あ、いや、言ってない。それをされる、なんか一回言われたんだよね、最初の頃に。言ったっけ、俺。言った、なんか、納豆ご飯だけじゃ嫌だみたいなこと言いました。あ、炊き込みご飯だけじゃ嫌だか。それはそう。炊き込みご飯とお味噌汁だけじゃ嫌だって言ったの。炊き込みご飯とお味噌汁とおかずが欲しい人。おかずは入れねえの、炊き込みご飯には。らしいんだよ。炊き込みご飯は炊き込みご飯が美味しいんだから。そこはどうなんだろう、みんなだから。でも、多分おかずは普通の一汁三菜って言うから。感覚的にはいつもの白米だと、まあ、味気ないからちょっと味変おかずじゃん、炊き込みご飯をしてっていうイメージは味変だったいつもの白米だとおかず必要なの分かるの、炊き込みご飯もそれで味も具も入ってんのよそっか、それとお味噌汁だけってスーパー究極手抜きなのよ。もしかして俺かなり贅沢してる。いや、贅沢はしない。あ、してないんか。もっともだと思うけど、でもスーパー究極手抜きの日はやっぱり炊き込みご飯とお味噌汁なので、そこで例えばこういう缶があったらもう最高。え、でもサバ缶と炊き込みご飯贅沢じゃん。いや、でもやっぱ贅沢やん。私はほら、炊き込みご飯2膳とか全然いけちゃうからさ。あ、いや、まあ俺も。炊き込みご飯でお腹いっぱいになる。あ、でもね。と、美味しいお味噌汁。あの、この間やってくれた、あのね、鮭の切り身を入れて、はい、いろいろと入れてて。ああ。炊き込みご飯はめっちゃ美味しかった。うん、あれはね、そのままでいけた。炊き込みご飯の酢によるってこと？でも。五目とかは無理だね。五目？五目も入ってんのに？五目も入ってんのに？え、いや、さつまいもの炊き込みご飯ダメだったよね。多分だけど俺、鮭があるから、おかずが入ってるみたいなイメージある。で、多分野菜だけだと、野菜とかなんかそういう。まあね、あの、キノコだけとかね。だけだと、キノコだけ。主菜にしかないみたいな。主菜がないみたいなイメージ。主菜がない贅沢。でも、炊き込みご飯だけで完結したい日もあるのよ。じゃあ、炊き込みご飯と味噌汁じゃあれだから、納豆出さないっしょ。いや、出すの。納豆出すの、出して。炊き込みご飯なのに。そしたらちょっとね、納豆いく。え、納豆だけに。納豆だけに。誰が炊き込みご飯の味を納豆で全部潰すやん。あ、違う。納豆かけないよ。かけないよ。でも、これ食べて、納豆美味しいな。納豆美味しいな。その味を味わいながら炊き込みご飯が納豆で侵されない。ならそうなんだ。まあ、確かにバランス的にもあんまりあの米と汁だけちょっと足りないのはあるんだけど、今日抜きたい時があるんですよ。まあ確かに。炊き込みご飯。いや、もうその時にやっぱツナ缶。ツナ缶。缶を使ってください。出してきていいよ、自分で。もうあるの分かるんだからさ、自分で出してきていいよ。いや、自分で、そって言ってツナと醤油とマヨネーズ持ってきたら、いいなーって言うもん、絶対。これ多分ね、全国のお父さん分かるかもしれないけど、思わない。なんか、勝手に持ってきたら怒られるじゃないか。勝手にそれ使わないでよ、みたいな。それはあるけど、許可取って。あ、許可制だ。許可制取って。わかりました。なんで怒られるか理由言うよ。なんで怒られるかっていうと、例えば、ツナ缶をね、明日の朝ごはんにツナマヨとか、ね、使うとツナフレークでサラダと作ろうと思っていたのに、はい、先に使われちゃった、それは台無しなんですよ。こんだてが一個潰れんの。確かに。こんだてね、だって、やじゃないよって。明日のお昼に大事に食べようと思って、ラーメンを今日の夜お腹空いちゃう食べちゃってたら怒るでしょ。確かに計画がね。計画がどうするでしょ。確かに。明日の昼はラーメンだったのに。もう一食それで献立がなくなるんです。それは確かに困る。もう、大事件ですよ。大事件。それは確かに大事件です。家族会議ですよ。解決しよう。解決したのか、これ。何にもなかったら、もうコンビニ行ってくれ。